ついについに下水道店スタート。日ハムとかいらんかったんや。エスコンは嫉妬してそう。下水道店かなって思ったら下水道店だった。ようやくやな。書き入れ時やね。待ってたわ。実際面白そうではある。と平日でしかも殺度なんて誰が行くんや。4連戦で何人入るん？野球だとせいぜい3連戦。でもこのイベントはなんと4日開催。4立て行くぞ行くぞ。下水道店って何するん？ろ過装置とか売り込む系？市民がフラッと行ったら入れるようなイベントなんかな。10時から17時でなんと入場無料。飲食はキッチンカーが10台くらい並んで屋台村みたいになってるとこで。パフォーマンス札幌南書道部、国際情報吹奏楽部、平岸天神。でも事前登録必要なんやろ？それだけ人気あるということかう。そこはまあ、当日受付でも。うんかはまるし。こちらのショップでは、うんこがデザインされた、トートバッグ、ステーショナリーなどのグッズやお菓子など、いろいろ取り揃えております。ぜひお立ち寄りください。怒涛のうんちグッズで草。下水道店もっと気楽に行けるようにしてくれよ。別に赤字なんか問題ないやろ、その分税金で補填するだけやし。毎年やればいいと思ったら持ち回りなんやな、下水道店。下水道店って何やるんや。下水道の歴史でも学べるんか。今の下水道設備とか最新技術がメインじゃね？さあ、怒涛のうん丸グッズは売れるのでしょうか。ひとまず札幌ドームを使ってくれるお客さんがいてよかったですね。ご視聴ありがとうございました。